話したい。お願いします。さあよろしくお願いします。人狼勢アマングアス、まあ、ほぼほぼ人狼勢なのかな、全員なのかな、ちょっとそれはわからないんですけれども、やっていきたいと思います。ここのタスクがあるんですね。はい。でまあルールはいろいろ見ていったらわかるかなと思いますので、ちょっと改めて言うことはなく、よいしょ。一人になりたくないっすね。ちょっと怖いから、とにかく誰かと合流したい。マジ？やりましょう。おお、ナイス。あ、早え。タスク早っ。ちょっとみんなと行くか。砂ザメさん。いいね、いいね。行くぞ、行くぞ。待って。サッシャーやだな。おっ！はい、また死んでんの。原田さんが死んでますね。砂ザメが、見つけました。で、見つけた場所は、ストレージの、あの、給油タンク、左下の。ところのストレージです。給油タンク、あの赤いなんか給油タンクタスクのところの、まあ、すぐそばで死んでましたと。え、私通った時なかったぞ。ストレージですよね。はい、あのプテラです。喋っていいですか。はい。僕ちょっとあのなんかずっとあの一人で右カフェテリアのタスクを2個終わらせ、でちょっと、うん、あの一人になっちゃってたから、砂ザメさんが見つけたからタスクやってたのを見て。ちょっと、はいはいはい、自分はもう一旦タスクやめて、見とこうと思ったんですよね。はいはい、だから、砂ザメさん、ちょっと、ずっとストーカーしてたわけじゃないけど、反ストーカーしてたけど、砂ザメさんやってないですね。砂ザメさんが見つけたとき、すぐ近くにいたってことでいいですか？一緒についてってました。だから僕も見つけた、視界に入ってました。結構いましたよ。K さんもいたじゃなかったかな。K さんミュート解除。K さんミュート解除。ごめんなさい、ミュートで喋ってました。ちょっといいですか。僕監視カメラ見てたんですけれども、うん、だいたい皆さん動いてて、で右の方に動いていたのが多分緑含めた集団かなだったと思うんですよ。うんうん、であと動いてたのが黄色が上のルートっすね。アッパーエンジン、あの T 字路の方の方動いてたのまで確認してます。で特段怪しい動きはなかった感じです。あ、Kさんカメラ、あ、そっか。あ、で砂ザメです。あ、なんか、ピカチュウさんがちょっと言いかけたことが。私、終了位置点がエレクトリカルで、はい、アドミンからエレクトリカの方に歩いてるんですよ。で、エレクトリカル入った瞬間で鳴ったんで、私が通り過ぎた後に鳴ったっていう話なんですよね。そう、すげえ近いの。だからびっくりして、じゃあ直前？直前だと思う。あの私のエレクトリカルの通路通るってことは、そのガソリンのところで死んでるってなると絶対リポートが反応するので、反応してなかったんですよ。直前じゃないじゃん。ただ結構ね、人いたんだよね、アドミストレージエレクトリカルあたり。まあ一旦スキップか。ピテハシさん最有力じゃね。まあなんかピテハシさんのアリバイがない気がするけどね。砂ザメさん僕と一緒に見てたでしょ、僕のこと。砂ザメさんピテハシさん見てました。まあまた後で。あそこら辺が人がたくさんいたなで、ちょっと忘れないでくださいよ。ミュートします。はい、ミュートにします。Kさん監視カメラ見てたって、監視カメラ見るの早すぎるからな、そもそも。ちょっとやめよう。Kさんの近くにいたくない。うん。これは僕もタスクだ。OK。 Kさん怖っ。え、
この人黒だろ。違うかな。え、この人黒くね？怖っ。誰かと一緒にいよう。これ何？やばいやばい、誰もいない。一人になっちゃった。やばいやばいやばい、怖い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 。あ、え、結構死んでんな、ピカクロスさんも死んでる。ああ、あのね、ま、マックスがアドミンで見つかったんだけど、直前までプテハシさんとあと誰かがいたと思うんだけど、プテハシさん覚えてる？全く覚えてないっす。あ、待って、あ、分かった分かった、寺蔵さんいたとこか、いたとこですよね。そうそうそう、アドミンね。 K さんも一緒にいた。あ、いいっすかいいっすかいいっすか。話します。プテさんをずっとストーカーしてました、はい、で、プテさんとほぼほぼほぼずっと一緒に入れたんで、あの2人発生してて、1人が、あ、そういうこと？そう。あ、ケイ、いや、ずっとケイさんがついてくるから、この人絶対やばいと思って僕逃げてたんですよ。ケイさんは100村だと思うよ、100パー村だと思う。ずっとプテさんについてて、よ、うん、1人で2人殺してない限りプテさん村。まあ、今回は、じゃあケイさんも今回は殺してないっす。僕のことずっとストーカーしてた。前回の時に、監視カメラついてるって言ったの、ケイさんだけで、監視カメラ100ついてるの見たから、ケイさん絶対村でいいと思って。そうだね。うん。うん、でも今回、その西帯上がってて、あ、そんなダメです。西帯上がってて、プテハシさんとケイさんがずっといるんだったら、まあ、西帯上がることから、まあ、2人は。まあ、ここ繋がってない限りは、ここ白だね。マックスの死体が発見されるので、これ議論開始してるんだよね。そうだよ。これ、ピカクロスが、ロアエンジンがセキュリティ側からアッパーエンジン側に上がっていくのを直前で見てるんだよな。見た見た見た。僕もすれ違った。アッパーエンジンとメッドベイの間ですれ違いました、ね。俺ね、その時にね、竹尾さんを見た気がする。白色だったと思うんだよな。竹尾さんリアクターいましたよ、うん、直前まで。いたよね。だからその辺で見たんだよな。で、俺ピカクロスも見てるから。うん。竹尾さんは無理だと思う。高田さん的には誰が怪しいんですか？え、ほぼ竹尾さんかなと思ってる。なるほどね。竹尾さんリアクターいたよ。ずっと僕と一緒に。え、先端竹雄なんじゃないの？じゃあ。ピカさん盛り上がってまいりました。あ、そういうことか。あ、高田さん、なんていうか、竹雄さんがやった後に僕と合流したってことか。いや、わかんない。ちょっと待って、時系列がちょっと自分でもよくわかんない。やべ、投票したい、投票したい。え、僕入れるよ、竹雄さんに。じゃあ。スキップ、スキップ、スキップ。もう一回会議、会議すぐに。スキップ、スキップ、誰か。もう一回、時間増やしてもいいかもしれない。あ、そっか、入れるよとか言わなくていいのか、これ。押す、押す、押す、押す。もう一回押せばいい。ミュートします。僕、私が押します。ミュートにします。先端恐怖症押します。先端だろ、これ。うわ、このせ誰か絶対押せたんだろ今の。ゼロに。いや、ボタンを押す、連打してた、押すタイミングと、あ、マジ連打してた、うん、連打してたよ。じゃあ、いや、違うな。いや、これや先端だな、これ。じゃあ、押さないことに何のメリットがあった？ここで、このブザーじゃなくて、なんか、このタイミング、なんだっけ、うん、こう会議を消費してることに僕はなんかちょっと違和感ですわ。あ、なんか後半で、いや、もう自分もうないんで、みたいなこと言ってきそう。これ、え？宣言したくない？自分押すよって。時間なかったし、まあその話はいいや、じゃあ疑ってもらっていいんだけど、じゃあ、竹雄さんの、その、流れを教えていただきたいですね。はい、カフェテリア、左上、最初にストレージ行って、はい。ストレージのタスクを終わらせてからカフェテリア左上やって、うん、アッパーエンジンあたりで高田健さんと合流して、はい、うん、一緒にアッパーエンジンのタスクやって、セキュリティ手前の十字路のタスクやって、リアクターで
先端がいて一緒にリアクター、うん、あーそうだ、うん、リアクターに匠は違うんじゃない、だから剣士竹雄先端はまあでもピカさんは見てないんでしょ誰も。いやだからピカクロスとかね、セキュリティのところのなんかつなげるやつかなんかのところで止まってんの見たんだよな直前に。つなげる通路っすか、通路らへんの多分ね、タスクやってんの見たんだよな。あ、手前のやつですね。なるほどね。高田さんの、竹尾さんの容疑は今の話で晴れましたか。いや、わかんない。時系列がわかんなくて。いや、あの、プテラですけど、砂ザメさん、僕結構見張ってて、ほぼ白で置いてるんで、計、プテハシ、砂ザメをちょっと外していただいて、そうなった時に竹尾さん結構僕的な確率高いから、ここでちょっと投票しておきたいというのありますね。そろそろ処刑タイミングですよね。砂ザメさんど、まあね、どのタイミング、前回の時ずっと見たの。いや、僕ストーカーしてましたね、かなり。かなり、全部じゃないんですけど、かなりしたし。いました。それ僕が今日反論が欲しかったけど。やめてください、ちょっと。殺さないでください、お願いします。入れちゃったー殺したくなる、それ。殺さないでください。いいですか。いやー、違うと思うけどな。やらなかったら終わんないですよ。いや君たちさ、ボタンの前に4人集まっていたにもかかわらずさ、誰も連打はしてなかったね、これね。連打はしてなかったですけど、うん、連打はしてなかったけど、僕押しましたよ。あ、マジで？そう、はい、自分もちょっとあの、1秒待ったんだよ。カタカタカタって連打はしてないけど、まあちょっとなんか、タスクやろうか悩んでたみたいな感じの葛藤があっていい。いや、でも寺蔵さん、このブザー白いわ。ちょっとすいません、一見言っていいですか。今、4人いたと思うんですけど、はい、寺蔵さんと僕と、先端でした。あともう一人。僕もいます。僕いました。プテラもいました。あともう一人。砂ザメです。この中に2度いたらダブルキルで終わってたので。あのいや、そんなことない。クールタイムがあるです。ありますよ。あ、本当？あ、クールタイムって何秒？一応30秒なんで。あ、じゃあごめんなさい。にはなかなかきつかった、うん。なるほど。了解です。で、今話さなきゃいけないのは、6名いて、二人狼残ってたら、はい、この次のキルクールタイム回復するタイミングで負けてしまうので、もう一人するか否かについてです。話したい。するべきだと思います。話したい。あ、で、じゃあ、砂ダメいいですか？いや、先話させてほしい。どうぞ。すみません。高田さんはなんで僕にずっとついてきたんですか？今、キル狙ってましたよね、今。え、俺が先端キルしたら俺釣られるだけだから負けるくない？だから俺を先端が狼だと思ってるから、俺をキルすれば先端って絶対釣られるから、俺のことたまねえから。なるほどね。いや、でも高田さん的にはだから竹尾先端なわけですよね。高田さん的には俺はほぼ先端かなって思ってる、うんうん、じゃあ追いかけてくる理由なくないですか別に。いや、だから俺のこと噛んだら先端って勝手に自分の首縛るから、俺のこと噛めば犬だと思って。なるほどね。でもそれってでもさ、中央に4人いることを知った上での行動じゃないですか。それ時系列おかしくないですか。あ、俺はもういや、開始時点から俺絶対センターの後ろついてこって。いやでもそれはロッとしたら分かる。高田さん死んだら結構センター怪しくなるからね。うん、あのさ、で、俺がセンター噛んだら俺が噛んだの要素しか取ってないから、高田さんとセンターはなんでお互いにあの疑ってるのか分かんなくて、ピカクロスが死んだ疑いを持たせてんの、リアクター側にいたんじゃないの。ちょ、時間なすぎません。時間なすぎれば、ちょっと待って、あー今日いくか。こうなるの。もう一回押して、もう一回押して、これ危ないよ。いや、まじ、なんでだよ、おい、人狼ミュートしましょう。先端だろ、これ。あー、人狼もういないのか、二人は。はい、今回で決めよう。いや、投票したの誰？高田さん入れました？僕に。俺は入れた。なんで入れたんですか？僕も入れましたよ。ちょっと待ってね。だって、Kさんを村置きしてて、Kさんってプテハシずっと見てて、そのプテハシのザメを見てるわけでしょ？
そうそう、だから、もう先端高田テラゾーなんすよ、僕的には。あ、ただ一つだけ言うのは、スナザメさんは途中から見たから、プテさんは自信あるけど、スナザメさんは半分ぐらい。あ、え、でもプテ走ってずっとスナザメ。いや、プテ走はね、スナザメ 80% ぐらい。了解。いや、でもでもまあまあ、多分ほぼしろ、ほぼしろ、ほぼしろ。あ、お前そこ信じる。プテさんが言うのは信じる。テラゾーさんは半分でセンターかなって感じになってるだけ。あ、ごめん、寺澤さんじゃあ、死体見つけた場所どこだっけ、ごめんなさい、あのアドミンの入り口です。寺澤さん入り口、はい、了解でーす。寺澤さん、寺澤さんじゃない。いや、急に変わるな。そんなわけないでしょうよ。おかしいでしょ。寺澤さんでしょ、これ。ちょっと待って、要素で拾ってくれ。なんで、なんで要素で拾ってんのか。でもね、一応言っとくと、1回目の殺人の時、寺澤さん上にいたから、多分物理的には無理だと思う。まあ、1回目は1人写真ないからね。え、西田、あ、そうかそうかそうか。あれ、西田って上がったんだっけ、この人。あ、ごめんなさい、じゃあタイミング勘違いしました。西田上がった時って、だってさ、竹雄先端、俺らへんは同じ位置にいたから、ピカしかやれないから、先端と竹雄だったら違うよねって思った。まあ、で言うと、ああ、そういうこと。あの、砂がめてるの。え、でも、いや、たぶん、あ、右側にいた。さん、何、あ、プテラです。でも、西田上がったって言っても、1死体は消えちゃうから、あ、別に近くにあっただけかもしれないですよ。いや、ちょ、聞いてほしい。高田さんが僕に入れる理由なくないですか、全く。今の絶対もう、狼が2匹を入れた、入れるか、ワンチャン僕連れ添ったか釣ったとしか思えないし。え、でも、いや、そんなことないっすよ。殺される、いや、殺されるために追いかけてきたっておかしくない。え、でも、いや、ここで入れる理由はある。だって、ダブルキルされたら負けちゃうから、誰か殺さないと。いや、でも、え、じゃあ高田さん入れましょうよ。ヒカクオさんか、高田さんか、タケオさんなんですよ、僕の中だったら。だから、ローラースタイが高田さんでしたから。もうわかんない、もうわかんない。高田さん入れる、高田さん入れる。もう入れたもん。いや、もう不自然すぎる、高田さん。君たち。もう笑ってる、もう笑ってる。人狼の2票入ってるじゃん。やばいやばいやばい。修理してきてね、修理してきて。押して押して押して。押すわ。お、やばすぎだろ。もうこの不毛な戦いをいい加減に終わらせましょう。ちょっと待ってよ。だからえ、もう明らかにさ、僕にさ3匹を入る流れではなかったでしょ、少なくとも。今絶対オオカミ2人がもうワンチャン狙え、僕釣れたらいいなと思った流れじゃなかったですか。で、裏側が高田さんに入れちゃって感じですね。じゃあ今日整理しましょう。僕高田さんに入れてます、1票先端1。はい、砂ザメ、高田さんに入れてました。私も高田さんです。ボタン残ってんのって誰。あとエマジェンシオセもう残ってないっすよ。砂ザメ残ってます。なのでだけか。こんなわけない、もっといるはずだ。まあまあ、一旦じゃあ、あの、今日、誰釣るかちょっと決め。じゃあ、ケイさんも、僕に入れたのか。俺と、センターも、ロラした場合、ボタン押したら、あと一人釣れるわけかな。ちょっと、まあ、いいですか、ヒョウさん。センターの高田に、イチローは絶対にいるから、二人とも釣りましょう。それでどうですか。テラゾーさん、怖っ、その提案。一ついいですか、一ついいですか。絶対いけるじゃん。4人残れば大丈夫だから。今の票数的に、プテさんとスナザメさんを村角だとすると、オオカミが2浪1た時に入れられてるのは先端なんですよ。なんで高田さんの方から僕先に処刑したいなと思ってます。嘘でしょ。なるほどね。まあ理論上はね。でも、いや、待って待って、でもあのタスクで死ぬかもしれないです。あの O2 とかで、あれきついんで結構。でもさ、ケイさん、大丈夫。全員でかかれば大丈夫。O2 もやったら絶対に。ケイさんでもさ、私入れてましたよね。でも一個前、今調整したら。入れてプテさんと砂ザメさんが入れたってことはセンターがいないから、その前の回でセンターに2票入ってるから、この中にオオカミが入れてると見て高田さんに入れて、次はセンターを釣りましょう。なるほどね。高田さんだけでいいじゃん、それだったら。いや違う違う違う、ボタン残ってんだったら全部釣れるんだよ。押せばいいから、ずっとずっと。え、今日どっちかって高田さんから釣りたいな、ローラーするんだったら。あと3回釣りな。もう入れますよ、私は。じゃあ、また、高線ローラーしますよ。うん。で、あ、すなずめさん、高線テラー頑張ってローラーします。高田さん。あ、でも竹雄で聞いてる気がするから。オオカミ、すいません。オオカミが、ボタン押す権利持ってたらやばいから、そこだけ注意ですね。あんまり押す時間ない。ミュートします。こんなにマッチョ要素出ないことあんの。受けるわ、はい、この争いが。北谷さんミュート、すいません、危ね。
いやだからこれきついんだって。これがきついんだよ。え？勝っちゃいましたね。いやマジか。いやま、え？え？え？勝ってます。ケイさん？もうあれだけ、ケイ無理だ。マジ？ケイさん白すぎるな。マジかよ。え？ケイさん殺した？言えなかったこと一個あります。あのストレージ入るときに、Kさんとすれ違ってるので犯行多分 Kさんしかないですね、原田さん。で、私あのそんなわけないです。だってプテハシさんと Kさん一緒にいたんだから隠しろじゃん、ここ。あ、最初の頃は知らん。最初のキルは知らんわ。うん、最初のキルの話です。最初のキルはもう知らんわ。キルの時、僕砂ザメさんの目の前で殺しちゃって、やべえ絶対見つかったと思ったらなぜか見えてなかったみたいでやったみたいな。見えてなかった、うん。うん。あれめっちゃいたんだよ、なんかそのちょうど大津のアドミンの直った直後だマジかぁ。Kさん白浮きちゃったら僕は悪いわ。いや俺も白浮きしたわ。あと、そうだね、ヒラクロス殺害については、私すれ違った順番は高田さん、武雄さん、センタンさんの順だったので、武雄さんの犯行ほぼ不可能かなと思います。いやそうなんだよ、武雄さん聞きたくなかったんだよな。ちょっと待って、それよりもあの聞きたいのが、なんでプテハシさんと K さんずっと一緒にいたのに K さんは殺せたの。え、ケイさん殺したの？殺した殺した。え、どうしたの？いや、いや、アドミンで殺したの？マジか。マジか。いや、僕、もう一瞬多分、ペッて殺してすぐ来たんじゃないかな、じゃあ。だいや、確かに、いや、100%、結構ちっちゃいじゃないですか、明かりが。だからまあ、多分、見えてなかった 10% ぐらいの時に殺してますよ、そしたら。え、でも、私はほとんど見えてたってことでしょ、ケイさんを。でも、ほとんど見えてた。だから、この、もう黒い、ただから画面が暗いのを、あの攻めたプレイでした、ケイさん。素晴らしい。手が、ま、もう血で染まった状態で、プテさんと死にました。でもこれ、なんかカメラ分かっ、なんかよく分かってない方が、ね、ケイさんよく分かってないって言ってたから、そっちの方がなんか逆に攻めたプレイできそう。テラノさんがローラー飲むのがおかしいと思ったんだよな、それでは。俺はいつもローラー飲むんだよ。え、だから、これ、めちゃくちゃさ、お兄してんさ、村同士でバカみたいな遊びしてて。めっちゃでも、村同士が終わんない。宇宙人が一番楽しかった、今までの中で。いや、すまない、マジで。いや、申し訳ない。ケイさんに、ケイさんに殺された瞬間、次の一瞬で高田健志が100ケイさんはしろとか言い出す。いや、だってケイさんとプテハシが正面立ってるから、いや、絶対殺せないから。そう、砂溜めも結構、そのプテハシケイがずっと一緒にニコイチなのをよく見かけて、これは確かにそうだなっていう。広正面が成り立ってる発言だったから、もう絶対白になっちゃうよな。高田さん、それについては一個言うと、Kさんがカメラ見てたって言うけど、私殺される直前アドミンのマップ見てて、セキュリティに誰もいなかったので、Kさんがカメラ見てたっていう時間がずれてるんでおかしいんですよ。そう、いやまあ、てかそもそもカメラ見てんのおかしいからな、そもそもな。助けやってってなるから。あのこのゲームマジ大事なのが時系列がガチで大事なんで。そこの部分は面白かった。じゃあ次行きましょう。そのはい、面白かった。センターさんとさ、うん、次行きましょう。センターさんが3秒で割れるのがくっそいいから。寺田さん、ちょっと提案なんですけど、議論時間もう少し増やしませんか。そうですね。あれ、なんだろう、テラソン過ぎたかった。今議論時間何分だったの？あの、ね、2分でした、2分。高田さんが怪しい要素にしかならなかったから捉えるわけないよ。あれで死ぬわけない。あれーと先端じゃないわ、テラソンだ。先端の戦いなんだよこれは。クソ、奪還されてた。いやー、Kさんちょっと黒塗りできんかったわ今回。